続いて5本の指を使った作業として水筒から紙コップに飲み物を注ぐための技術について説明します。こちらもご覧ください。これはアスモの頭部カメラの情報です。テーブルの上に円筒形の水筒があることを視覚で捉えて、そこに手を伸ばし、指先の力のセンサーも値も統合的に使って水筒を持ちます。今、水筒の蓋を開けてますが、この際にアシモは指の力センサーの値を用いて、5本の指の力を均等にかけて回してます。今、蓋を置きましたが、この力センサーの値の変化でアシモは蓋を置いたことも分かります。このような